はじめましての方もご常連の皆様も IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。オールアバウトニュースが5月8日に好きなテレビ局ランキング2位 NHK を抑えた1位はと題した記事を配信しました。答えは日本テレビでした。これ局所的にブブブブブッと失笑が漏れておりました。なぜならこのオールアバウトニュースを提供するオールアバウトの筆頭株主が日本テレビなんです。かつての21世紀になってちょっとしてからのウェブやホームページ制作業などの界隈ではオールアバウトの回答者、まあ、質問に答える立場になりますと大変な集客効果があると噂されたんです。今はどうかというとウェブ制作だけで食べていける人はそんなに多くなくなりました。なぜならばチャット GPT に代表される生成系 AI に適切な質問をするとホームページを勝手に作ってくれる、まあ、そんな時代になりつつあるからです。ネット業界の栄枯盛衰ってすんごい早いんです。ある意味ビジネス、コンテンツビジネスも含めたこの実験場になっているのがネット空間なんです。だからネット業界で起きたことというのは少し遅れて他の業界でも起こる傾向があるんです。とりわけテレビにそれを確認します。一例を挙げますと広告依存型ビジネスモデルです。ポータルサイトヤフーのバナー広告に1億円だか2億円の値段がついた時業界はびっくらぽんと驚きました。その後ネットビジネスというのは広告に依存するビジネスモデルを確立しました。しかし今広告だけに頼っているとかなり厳しい状況になりつつあるんです。各種 YouTube 番組が収益化に苦しんでいる理由の一つです。さてテレビ業界に目を転じますと日本テレビが筆頭株主のオールアバウトが好きなテレビ局ランキング1位日本テレビなんてね手前味噌の記事を配信していた、その日本テレビホールディングスの2023年度の決算が5月15日に出ました。これによりくっきりと明暗が分かれたのはテレビ局の垣根ではなくテレビ放送事業というものの限界です。テレビ広告離れが進んでいるんです。これから順次この宮脇チャンネル括弧仮では各局の決算を見ていこうと思うんですが、まずは好きなテレビ局ランキング1位の日本テレビを見ていこうと思います。民放キー局の決算が出揃いました令和6年5月15日の翌朝の16日の日本テレビの親会社でもあります読売テレビの経済面ですかねの方には民放4社増収配信好調という込み出しが躍ります。これを見ますとテレビ東京を除きまして4社が増収となっているんですが営業利益で見ますと4社が減益なんです。そしてこれはいささか驚かれるかもしれないんですが増収増益を実現したのはあのトレンディーなフジテレビホールディングスでした。もっともフジテレビホールディングスの最終利益はマイナス 20.9% マイナス 20.9% ですから、どういうことかと言いますともはやお台場エステートと呼ばれるようにいわゆる不動産部門がフジテレビホールディングス絶好調なんです。フジテレビについては機会を改めて分析する予定です。白がこう言ってます。やらないかも。今ですねフジテレビと見出しをつけただけで再生回数が伸びないんです。いやむしろ下がる傾向があるんです。これはこの宮脇チャンネル括弧仮だけではなくテレビ的な話題を取り上げている他のチャンネル見てもフジテレビという見出しがついているだけで他の番組と再生回数を比較したときに低い傾向が確認できるんです。そこからフジテレビの嫌われる努力が確実に実っている可能性が高いんです。今回はまずは日本テレビ決算説明資料の8ページ目を見てみます。持ち株会社のホールディングス全体でも営業利益で見ると前期と比較してマイナス 10.1% となっています。同じく11ページ目の日本テレビ放送も、まあ、いわゆるテレビ事業ですね、こちらの決算概況を見るとやはり減収減益です。ただホールディングス全体の経常利益のマイナス率がマイナス 4.4% であるのに対して日本テレビ放送網の経常利益はマイナス 20%、20.0% となっています。さらに当期純益ではホールディングスは 1.7%、1.7% のプラスであるのに対してテレビの方はというとマイナス 3.1% ですから足をミョンミョンミョンと引っ張っていることが確認できます。そして
政策保有株の売却による投資有価証券売却益を計上とあることから、いわゆる内部留保を切り崩して体裁を整えているのかなと思われるのは、これテレビ局、今民放キー局各社に確認される現象です。テレビ事業のマイナスを穴埋めしているのがイベント、アニメ、IP に海外版販。その中でもイベントは昨年5月8日に新型コロナが特定感染症法の分類における2類相当から5類に変わりまして自粛解除となりました。これによりイベントという事業が前期に比べて上向いたと見ることができます。ただこれもテレビ朝日だとか TBS に比べると日テレはマシだったことは踏まえたとしても、視聴者を怖いよ、おっかないよと脅かすことで社会を萎縮させた、何のことはないテレビ業界の自作自演の自爆だったという点は指摘しておきます。イベントの他にはアニメと海外への番組販売に IP ビジネスです。アニメは早々のフリーレンと薬屋の独り言が大ヒットしました。今後スタジオジブリの業績も加わりますので、これは確実に日本テレビホールディングスのプラスに働くと見られております。海外への番組販売というのは番組そのものというよりは番組のフォーマットの販売のようです。かつて俳優の吉田栄作さんが司会進行を務めましたマネーの虎、これが今世界50カ国で放送されていると決算資料の22ページでえへんとばかりに胸を張っておりました。とはいえこれも資産の切り売りの変異株です。経営的に見たらこれ悪いことじゃないんですよ。ただこれ言うなれば一種の年金生活、積み立てを取り崩す年金生活のような話になっちゃうということです。対して IP ビジネスと胸を張るのはこれテレビにとって諸刃の剣だと私は見ています。日本テレビが決算仕様で誇ります IP ビジネスとは、まあざっくりと言うとオーディション番組のイベントなども含めたものです。これ近頃目に余ります日テレの韓流ゴリ押しに接続する話なんじゃないでしょうか。実はネットの動画配信なんかでもオーディション番組というのは大人気です。舞台裏を追いかけることによってドキュメンタリー風のフォーマットに仕上げることも可能なのがオーディション番組です。オーディションそのものに加えて一粒で二つも三つも美味しい番組でもあるんです。これを日本テレビホールディングス傘下にあります Hulu などで配信するならば日本テレビホールディングスとしての事業の可能性が広がります。しかし決算説明資料で紹介されたプロジェクトやタレントさんというのはあのスッキリとのコラボが確認できたんです。昨年春に番組が終了しました加藤浩次さんが司会を務めたスッキリ、その視聴率低迷の起点の一つとされるのが韓流ゴリ押しのオーディションっぽい番組でした。今回決算説明資料で紹介されているオーディション番組っぽいもののタレントさんやプロジェクトというのはどうやら日本人アーティストなのかなって感じなんですけれど、パッと見た目韓流との区別がなかなか難しい、そんなプロジェクトやタレントさんたちです。日本テレビのオーディション番組といいますとスター誕生、スタタンがありまして、ある意味伝統と文化があるんですが、近頃のそれはなんだか韓流に偏っている、あちらのフォーマットに寄り添っているように見えて仕方がないんです。スッキリの後番組となりましたデイデイは番組開始からネット番組的には視聴率爆死爆死とからかわれておりました。デイデイにおいては司会のお一人でありますお笑いコンビ南海キャンディーズの山里亮太さんの不人気だなんてね、失礼なネットニュースなんかを見かけますが、ただこのデイデイでも韓流ゴリ押しに見えなくもないオーディション番組をやっております。リアルタイム視聴率を確認できる TVer Now を見ていますと、これは日本テレビに限ったことじゃないんですが、 K-POP タレント、韓流アイドルとかっていうものはテレビ視聴者はあんまり好みではないようなんです。 K-POP のファンがいないとは言いませんが、 K-POP であったり K-POP 風のアイドルが好きな方はすでにネットで見てるという話です。ただここであえて日本テレビを筆頭に日本の地上波テレビが韓流ゴリ押しを K-POP アイドル風の人たちをゴリ押しするのか、その重要な背景情報をお示ししておくならばコンテンツ不足です。これもネットではすでに起こっている現象です。長らく護送船団方式でやってきたテレビ業界にとって常にタレントさんやアーティストを選ぶ側にテレビ局はありました。
これが莫大な広告収入を生みまして、テレビ局の芸能界に対する圧倒的な影響力となりました。しかし昭和が終わったあたりから国内では衛星放送にケーブルテレビ、しばらくもせずネット配信が始まりまして、今は TikTok なんかもあります。するとコンテンツとしての素材を抑えたい、独り占めしたい、こういう衝動にテレビの側が駆られた時に、はっと見てみたら K-POP のタレントというのは韓国が国策として盛大にバックアップして輸出しております。いわば顎足付きでコンテンツを増やせるというのにパクッと飛びついた。ところが飛びついたのが激辛ラーメンで、普通の醤油ラーメンを食べたいテレビ視聴者にとっては、いやもうちょっと辛いのは結構ですと、視聴者離れにつながったという自作自演の自滅の刃だということができるんです。努力は必ず報われます。それは嫌われる努力だっても以下同文です。このことはテレビ業界のトレンディーを長らく牽引してきたフジテレビに確認できることです。今ネット番組でもフジテレビと見出しにつけますと爆死というか再生回数が伸びない現象が確認されております。そしてフジテレビといいますと、西暦でいう2011年、東京都港区お台場にありました、あ今もありますフジテレビ本社デモが起こりました。これは韓流ご利用者に対するデモです。その2011年にフジテレビは長らく守り続けました視聴率三冠王の玉座を日本テレビに奪われました。以後視聴率の没落の快進撃は止まらずに、ついに今年に入りました1から3月期ゴールデンタイムの視聴率でテレビ東京に抜かれて最下位に転落しました。フジテレビからの視聴者離れをある意味象徴しているのが、日曜日夕方の国民的アニメサザエさん、そしてちびまる子ちゃんの視聴率の低下です。とりわけサザエさんの視聴率というのはフジテレビの年間視聴率の土台を支えました。結果的に三冠王から転落することになります。西暦でいう2011年、その春にはサザエさん20週連続で視聴率 20% を超えていたと当時の文化通信 .com が伝えております。今でもアニメのカテゴリーで見た時にサザエさんは人気です。とはいえ当時 20% を超えていた世帯別視聴率は今 7% を割り込んでいます。ネット業界で起きたことはしばらく遅れてテレビ業界に起きまして、テレビ業界でいうとフジテレビに起きたことがその後の…という傾向が確認できます。サザエさんの視聴率が低迷したように、今日本テレビの夕方から夜にかけての視聴率の下落傾向が確認できるんです。夕方の焦点から始まり、夜の行列ができる法律相談所におしゃれ関係だったかなまでが、日曜日の日本テレビの黄金のラインナップ、鉄壁の布陣と呼ばれたものです。それが直近の週刊視聴率ランキングを見ますと、バンキシャが12位で焦点は14位に入っている。つまりトップ10に入っていないんです。世界の果てまでイッテ Q はトップ20圏外になってました。番組ファンの皆様の中には、そうは言っても今イッテ Q は新メンバーオーディションをしている、これからテコ入れするんだという反論があるかもしれません。確かに長寿番組に一時の停滞はあるもので、適時テコ入れが必要です。白がこう言ってます。めちゃめちゃイケてる。フジテレビの栄光を象徴したかの土曜日夜8時のめちゃめちゃイケてる、岡村隆史さんの体調不良ということもありましたが、新メンバーオーディションをしてテコ入れを図るも、そのテコが効きませんでした。以後復調することがなく、番組は打ち切りとなりました。ネットスラングでいうとこの死亡フラグが新メンバーオーディションというのが、これテレビ業界のアノマリーあるあるなんです。何より今視聴率が取れたとしても、スポンサーの皆さんが消えた消えたざまとなっている現実を、決算説明資料12ページにあります広告収入の前期比での107億円のマイナス、107億円ものマイナスが雄弁に物語っています。メディアの変遷もありますし、コンテンツそれぞれはともかく、テレビはどうやらあまりにも嫌われすぎたこと、新型コロナのテレビが押し付けたと言っても過言ではない自粛が、消えた消えたやったとなって以後より明らかになったんじゃないでしょうか。努力は必ず報われる。
嫌われる努力もですよ。そう確信に至りそうになる今日この頃でございます。我々はあくまでぜぜひひでかかとに体重を残してみんなで頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の番組を面白いなと思ったらいいねをクリックしていただけると嬉しいです。それでは番組最後の運試し、みやちゃんジャンプジャンプグー、私がグーなのでパーを出してあなた、はい、お祝いのハイタッチおめでとうございます。私と同じグーを出してあなた、違いますね、一緒にデータ、そしてチョキを出してあなた、チョキタッチありませんが、いつも心をデータ、またの機会もお付き合いいただければ幸いです。ワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。バイバーイ。